つ、落ち着く香りのお茶だね。えへ、そうですよ。姉さんのために苦労して取ってきたんだよ。そんなに珍しいハーブなの、リオは知ってる。うん、僕もこんな香りのハーブは初めてだよ。そらそうだよ。だってこれ、シャラノワールにしか生えない特別なハーブなんだし。えつ、シャラノワール、ここだけの話、他の店でもし取り扱ったら一体分だけで一財産失うくらいレア物なんだ。そんなに珍しいものだったの。どうしよう、私そんな大金持ちってないよ。あはは、いいっていいって。っていうか、それはサービスだからお金なんか取らないよ。それに姉さんには、これからも普通のお茶と同じくらいの料金で売ってあげるから、お金の心配はしないで。本当にいいの？それだと、カットリアが大損しちゃうんじゃ。ないない、むしろそれでも大儲けだよ。だって、ハーブなんてただの葉っぱでしかないんだから、基本仕入れただなんだし。いや、ちょっと待って、カットリア、これがシャラノワールで取ったハーブって、本当なの？まあな、取ってくるの大変だったよ。シャラノワールってところに行くのは、そんなに大変なの？大変も何も、シャラノワールは天国のことだよ。天国、それって、死んだ人が行く、あの天国。そうそう、あの天国、だからこのハーブは、そう簡単に手に入らないものなんだよ。そうだよ、今は簡単に行けるかもしれないけど、最初はこのハーブを持ってなかったんでしょ。どうやってシャラノワールに行って、このハーブを手に入れてきたの？それがさ、ちょっと前にお風呂に入った時に、そのまま湯船で寝ちゃって溺れたことがあってね。その時に初めてシャラノワールに下りつたんだ。お風呂で寝ちゃダメだよ。っていうか、天国行った時点で死んでるか、もしくはほぼ死にかけてる状態でしょ。そんな状態から、どうやって戻ってこれたの？それがさ、何かシャラノワールでこのハーブを摘んだ時に、湯船の俺の手も同じように動いたみたいでさ、その時に運よく湯船の栓を抜いたみたいで、気がついたらこのハーブを握ったまま、お湯の抜けた湯船で目が覚めた、ってわけ。今にして思えば、あれは危険だったよ。危険どころの騒ぎじゃないよ。でも、そんなシャラノワールでしか取れないハーブで、お茶なんよく作ってよかったの。そんなに何度も行ったり来たりできないから、すごく貴重なものだと思うし。それがさ、このハーブから作ったお茶を飲むと、眠るみたいな感じでシャラノワールに行くことができるんだよ。それ、飲んだら死んじゃうってこと？まあ、そういうことになるかな。けど、苦しみや痛みを感じずにいけるから、これを飲めば何度でも簡単にハーブを取ってくることができるんだよ。それ、安楽死ってことだよね。戻ってくれば死にはならないだろ。イオン、絶対に飲んじゃダメだよ。カットリアみたいに、簡単に戻る自信ないもん。